もブルームビューティーバーのゆきです。今日は恋愛相談を受けていて、私がよくお伝えしていることがあるので、それについてもうちょっと深く話をしていこうと思います。多いのが、私はこう思っているけど彼はこう思っていて意見が合わないというね、類のご相談です。デートの行き先、連絡を取る頻度、浮気と判断する LINE はどこかなどね、内容とか状況は様々なんですが、それをものすごく簡略化したらね、考え方、価値観が合わないっていうところにたどり着きます。考え方とか価値観が合わない場合、どちらか一方が我慢して関係を続けるのではなく、一番大切なのはお互いの気持ちとかね、考えを伝えて、そして聞いて、ではどうしたら改善できるのかということをね、話し合いをしていくことですね。言われてみれば話し合いをするって当たり前のようなんですが、これがね、案外できていないんですね。カップルどころか夫婦でも多いです。多くの場合は片方が我慢していて、その不満はことあるごとにね、大きく膨らんでいきます。コロナ離婚が増えたのも、今までね、目をつぶっていたりとか、日中に離れることでクールダウンできていたのが、自粛期間の影響でできなくなってしまったのも大きいと思います。話し合いをしないと、本当はそうじゃないのにね、自分は大事にされていないんだと思い込んで、そこから悲しいすれ違いがね、起こったりします。大きい揉め事になっていくほど、たっぷりと時間が取れるようにして話し合いを進めていった方がいいです。あとはね、冷静になれる時を選ぶことですね。特に女性はね、ホルモンバランスで情緒不安定になる時期があって、その時期はまあびっくりするほどね、こじれやすくなるので、そこはなるべく避けましょうね。そして育った環境が違えば、考え方もね、価値観も違ってるのは当然なんですね。いつも一緒の家族すら違うっていうことだってあるぐらいですので、付き合って1年とか、そのぐらいの相手と価値観、考え方が違うことがあって当然なんですよ。そして自分が必ずしも正しいとは限らないので、相手の言い分とかね、考えも一旦はしっかり受け止めることが大切です。受け止めもせずにね、最初から相手を否定したりすると、溝は深まる一方になってしまいます。基本的な価値観が合っている人と付き合ったりとかね、結婚したりすれば楽な部分も多いですし、実際ね、過ごしやすいとは思いますが、それよりもいざっていう時ですね、そんな時に話し合いがきちんとできる人、あとは相手のことも尊重できる人、そしてお互いのね、納得いく着地点を見つけられる人、そういった人を選ぶ方が、困難があった時にね、一緒に乗り越えられると思います。もし揉めた時とかね、意見が合わない時は、チャンスと思って相手が話し合いできる人なのかも見てみるといいですよ。何か参考になったでしょうか。それではブルームビューティーバーのゆきでした。